さあ今日も各車両順調に発車してきている。1番列車はドクターイエローだ、2番列車はスプラッター、3番列車はおっと、3番列車は発車しないぞ。保線作業員によって列車の停車指示が出ている模様。これは一体どうしたんだ。何か発車の際にトラブルが発生したとでも言うのか。ここで解説のサマジーさんに状況を解説していただきます。サマジーさん、3番列車に遅れが生じている様子ですが、これは一体どうしたんでしょうか。まあ別にいいんじゃないですか。ここでようやく3番列車のディーゼル10が発車。続いて D51 サンダーバード、ラピートと続いている。おっと、ここでラピートがサンダーバードに追突。3番列車の遅れに CBA を切らした影響か。解説のプラジーさん、事故の原因は何でしょうかね。やる気の問題じゃないですか。 D51 の遅さが渋滞に拍車をかけていると。ここでラピートが脱線。プラジーさん、ラピートが早速脱落しましたですね。まあしょうがないんじゃないですか。おっと、ここでドクターイエローが自動ポイントレール付近で立ち往生している。そして横転してしまった。さて解説のプラジーさん、今日はどの車両が優勝しますでしょうかね。ドクターイエローじゃないですか。それはまたどうしてでしょうか。保線作業員はドクターイエローが好きみたいですよ。なるほど、それは耳寄りな情報ですね。予想屋さんもびっくり。解説のプラジーさん、保線作業員はドクターイエローの復旧に当たりますですかね。当然なんじゃないですか。やはりここで保線作業員はドクターイエローの復旧に当たった。エコひいきの保線作業員なのか。あっと、ここでスタックしていた D51 サンダーバードとドクターイエローが突っ込んだ。直ちに保線作業員が復旧に当たっている。解説のプラジーさん、事故原因は何でしょうか。手抜き工事が原因なんじゃないですか。なるほど、ここで保線作業員が懸命に高架橋の復旧工事に当たっている。なっと、高架橋全体が動いたぞ。恐れていた二次災害が発生してしまった。さらに後続の列車も続々と高架橋の事故に巻き込まれてしまっているぞ。これはいけない。呆然自失の保線作業員。あっと、ここで保線作業員の様子がおかしいぞ。プラジーさん、これは一体どういうことなんでしょうか。怪獣になってしまったんじゃないですか。これはもうどうしようもないぞ。復旧は絶望的だ。なんということだ。まさに怪獣、まさに破壊活動。おっと、そんな中でスプラッターが生き延びている。頑張れスプラッター、頑張れスプラッター、頑張れ。